電休住職、三木大雲です。えー、本日も階段説法を始めさせていただきます。えー、私はですね、まあ、お寺の住職をしておりますと、まあ、決まって、あーのー、お付き合いする業者さんというのがあるんですね。で、そのうちの一つが、まあ、お仏壇屋さんであったりですね、あるいは、まあ、あの、墓石屋さんであったりするわけですけれども、えー、今回は私の、まあ、ちょっとこう、お取引のある墓石屋さんのお話をさせていただこうというふうに思います。 えー、まあ、この墓石屋さんにですね、ある時私のお寺に、こう、新しくお墓を建てたいという方が来られまして。で、まあまあ、それなら、あの、ちょっと墓石屋さんに、あの、相談してみましょうということで、まあ、何月何日に、ちょっとその方と一緒に集まって、えー、墓石の打ち合わせをしましょうということで、お約束させていただいたんですね。で、まあ、お約束していた日になって、時間になっても、なかなかお越しにならないんですよね、墓石屋さんが。 ほでまあ接種さんもお待ちになってますし私も待ってるんですけどもなかなか来られないおかしいなもしかして私お時間伝えるのを間違えたかなと思って一度まあちょっと墓石屋さんにお電話しようとしたその時にですね墓石屋さんの方からお電話いただきましてね奥さんからのお電話だったんですけれども三木住職すいません大変なことになりましたっておっしゃるんですあどうされたんですかっていうとちょっと主人がですね あの、救急車で今運ばれたんです。なので、ちょっとすいませんけども、今日の打ち合わせを延期していただけませんかという、まあ、お電話をいただいたんです。で、ご主人何が、あの、終わりだったんですかお話を聞きますと、実は、あの、他の現場に行ってられたんですけども、その現場でですね、もう強烈な頭痛に襲われた。で、そのまま、まあ、こう、頭痛が激しいか、ゆえにですね、こう、だんだんとこう、 戻すようになっってしまったそうしてるうちに意識がどんどん薄れていってそのまま意識を失って倒れてしまったそうなんですで周りの方が、まあ、救急車を呼んでですね病院へ運ばれましたでそれで今から私たちも病院に行くので未起重職すいませんけれども今日はちょっと延期してくださいというお電話だったんですねほで、まあ、またあの元気になられたら是非お電話くださいねって言ってまあそれから 数日後ですね、また奥様からお電話いただきまして、三木住職すいませんけれども、ちょっと今から寄せていただいていいですかとおっしゃるので、ああ、まあまあ、あの、今日は空いてますのでどうぞお越しくださいということで、まあ奥様が来られたんですね。で、まあご主人の、あの、容体をお聞きできるのかなと思ったら、奥様と娘さんお二人で来られたんですね。であ お二人ででわわざわざ来ていただいたただんですかもう奥さんだけでも大丈夫でしたのに」って言うと「あいや実はちょっと三木住職にお経をあげていただきたいんです」っておっしゃるんですねで「あお経あなんかご主人の,あの闘病併羅か何かですか?」ってお聞きしますと「いやそうじゃないんです」「ちょっと娘の様子がおかしくなりまして」っておっしゃるんですでこの娘さんっていうのがもう二十歳を超えてられるあの年齢の方なんですけれども この方がお父様が入院されたその日の夜ぐらいから、やたらと大きな声で寝言を言うようになったっていうんですね。で、この寝言の内容っていうのが何かって言いますと、いたのに、いたのに、これをずーっと繰り返すそうなんです。で、その繰り返す時間ももう1分以上それを言うそうなんです。いたのに、いたのに、 でよーく声を聞いているとそれがだんだんと娘の声ではなくって男性の声のようにも聞こえるとまあ奥様はおっしゃるわけですねもしかすると娘に何か取り付いたんではないかなそう心配になってきたんですと、まあ、おっしゃるんですけれどもあいや時にあのご主人は大丈夫なんですかお聞きしますとご主人も実は病院へ運ばれたといまだ頭痛がずっと続いている娘もこんな状態ご主人もそんな状態 これはもしかすると何かあるかもしれないので、ぜ、え、ひ、ー、とも三木住職ご祈祷をしてくださいということで、まあお寺へお越しになられたんですね。で、はじゃあわかりました。まあ何が原因かわかりませんけれども、ご家族の、えー、家内安全、身体健全を、えー、祈りましょうということで私、お経をずっと開けさせていただいたんです。 で、お経を上げてる最中ですね、いつもは、あの、椅子に座っていただくんですけども、その日はもう椅子に座らずに、あの、正座をして手を合わさせてくださいとおっしゃったので、畳の上に座ってられたんですね。ずっとお経を読んで、読み終わって、後ろを向きますと、お母様が、あ,ありがとうございました。幹規住職、ありがとうお経、ありがとうございました。ところ、娘さんがですね、何も発せずに、はっ、はっ、はっ、なんか、 ちょっと怖がられてるようなご様子なんです。娘さん大丈夫ですか私が声をかけますと、娘さんが、いや、私の膝の上に何か重たい石が乗っているような感覚があって、私今立てないんですとおっしゃるんです。立てないえ、ちょっと一度私の手を持って立ってください。引っ張るんですけれども、全然立てないんですね。で、私もグッと引っ張るんですけども、その娘さんそんなに体大きい方ではないのに、 引っ張っ張ても本当に動かないんです、すおかしいなと思ったんですけれども、その時、膝に何かが乗ってるような感覚なんですかもう一度お聞きしますと、そうなんです。まるで膝の上に大きな石でも乗ってるような感覚がある。まあ、そうおっしゃったんですね。私それを聞いて、ピンと来たんです。これもしかすると、ご主人何か、 お墓の処分とかされてませんかまあお仕事でですね、あの墓石を新しくするだとかっていうことで、お墓を新しくされてないかなというふうにまあ私思ったわけです。それでその質問しますと、奥さんが、あ、そうか。あの時主人が病院に運ばれたあの日、実はとある霊園行ってた。まあそうおっしゃるんですね。で、その霊園の先での仕事っていうのが、 無縁仏というお墓の処分だったと、まあ、奥さん聞いてられるそうなんですね。えー、この無縁仏というお墓がありましてこのお墓は何かって言いますともう100年あるいはまあまあそれ以上ですねどなたもお墓に来られていないお墓これもしかすると、まあ、子孫が途絶えてしまってもう継ぐ人がいなくなったお墓であるまあもうそのお墓っていうのは風化してきてですね周りはもう草だらけで もう誰も拝んでおられないというのが一目で分かるようなお墓なんですけれどもまあそのお墓を霊園さんの方で処分すすることにななったそうなんで,すでもちろん誰も来られてないとはいえそこにはお魂があるわけですから、えー、お坊さんを読んでお経を読んでいただいてですね「抜、ま、根、あ、抜く魂」というふうに書くんですけれども抜根というものをするんです魂を抜くんですねそのお墓から。 そして新たに、まあ、あの集合墓地の方へ行ってくださいとかっていうふうなことをお経を唱えつつ、まあえー、お坊さんが祈るわけなんですけれどもそれもちゃんとされましたか、まあ、そういうふうな私が質問しますと奥様がですね次に霊園の方に電話されましてちゃんとあのお墓っていうのは抜根供養ってされたんですかと、まあ、聞かれますとああまあ一応したんですけど何かありましたか、まあ、そんなふうなことを。 でいや実は主人がですねあの頭痛がひどくてで娘も少しなんかあの寝言でおかしなことを言うようになりまして今お寺さんに来てるんですという話をしたらその霊園の方がこうおっしゃったそうなんですあもしかして〇〇石材さんですかあの時に担当した〇〇っていうのも今実はひどい頭痛で入院してしまってるんですまあそんなお話だったそうなんですね でよくよく聞くとまあお経も上がってるわけですからねあの決してそういった状況になるはずないのになぁと思ってさらにお話を聞きましたところ実はこの霊園さんお坊さんを読んでっていうのも大げさなのでもうお経を読めるアルバイトの大学生を雇ったそうなんです。 でその大学生の子もまあ一応お経をんかであの読めるのであの僕がやりますなんて言って、まあ、アルバイト代わりにお坊さんのまあ真似をして、えー、お経を唱えてで一応抜根供養をしたつもりでおられたんだそうですところがまあおそらく魂が抜けてなかったんでしょうねなぜ魂が抜けてなかったことが分かるかって言いますと先ほど申し上げた娘さんの寝言ですねいたのにいたのに もしかするとまだそのお墓に私はいたのに、それを伝えたかったんではないかなというふうに思うんです。改めて私、霊園さんの方に行かせていただきまして、えー、その無縁仏のあった場所、もう石は砕かれてなかったんですけれども、そこで再度お経を上げさせていただきますと、このご主人も霊園の担当の方も、その日を境に頭痛がなくなったんですね。ですからやはりそのお墓の中にはお魂がおられたんでしょうね。で、まあ、あのー、 アルバイトの方が上げたお経、もちろんこれお経であるのに違いはありませんから、なんとなくそれでもいいような気もしますけれども、私ね、一番大切なことは、祈りっていうのはその中にこそ魂が宿っていないとダメなんですよね。気持ちが入っていないと、単なるお経、歌になってしまうんです。まあ普通の歌でもそうですよね。気持ちのこもった歌と、全く本当に 音と文字だけを折った歌手の方とは、またこれ差が出るもんだと思うんですけれども、やはりお経もそうなんです。魂というものが入っていないとダメですね。あるいは人に挨拶するときもそうですね。まあ、謝罪のときなんかよく言いますけれども、あの、気持ちがこもってたかどうかなんていう話がありますが、あの、あ,あ、すいませんでしたっていうのと、あの、本当にすいませんでした。なんとなくこ気持ちがこもってるかどうかっていうのは人間わかるもんです。 それと同じくお経もそうなんですね。やはりここに、えー、眠っておられる方、こう,こうこういう理由でこのお墓を処分しますという祈りの気持ちがなかったら、やはりうまくいかないんだと思います。で、この祈りというものも、あの、今、実はもう何十年前からですけれども、世界で研究されてますね。えー、一つはまあ、例えばカリフォルニア大学であったり、 ミズリ州の病院であったりですね。あの、そういったところでいろんな祈りの研究をされてるんですけれども、どういったものかって言いますと、まあ、体の悪い患者さんおられますね。この方に向かって、この患者さんには知らせずにですけれども、たくさんの人で毎日祈りを捧げるんです。この人は病気が治ってくれ、治ってくれ。もちろんこの患者さんは知らないわけですけれども、早く治るそうです。で、たや何も祈ってもらわない方と一緒の症状の方、 これも、えー、病院であったり大学で、えー、祈られる人と祈ってもらってない人と、この,あの何か差があるかということを、まあ、統計学上ですけれども、やると、やはり本人が知らなくても祈ってもらってる方の方が早く病気が治るそうですね。で、またもう一つ先を進んで言えば、他人のために祈った人、この人にも、えー、なんか健康であるだとか、いわゆるあの心の病ですね。 えー、そういったものの、えー、心の病が起因した病気っていうのにかかりにくいというふうな、えー、統計学も取られているそうですですからやはり私たちはですね悪い心ではなくってですね良い心を持って、えー、自分のためではなくいろんな他人の人のために祈っていただけたらなというふうに思いますということで本日も会談説法をこれで終わらせていただきますどうもありがとうございました